皆さんこんにちは、上田演劇支配人の長岡です。本日はこちら5月24日金曜日より上映の白身を紹介します。500年以上前の古より宮崎に伝わる白身神楽を追ったドキュメンタリー作品です。国の重要無形文化財に指定されている白身神楽から夜空に浮かぶ銀河の時間の流れと里に暮らす人々のひとときの時間の流れが交差し、千年先の世界を想像して生きることの大切さを教えてくれる一作となっております。さらに5月26日日曜日には本作の赤坂智明監督にお越しいただき、舞台挨拶も予定しています。詳しくは当館ホームページをご確認ください。皆様のご来場お待ちしております。